どん。Hey guys, my name is Wasamon. Nice to meet you. 改めまして、推しがすぐ死ぬ男Wasamonです。よろしくお願いします。毎日 YouTube にアニメリアクション動画を出しておりますので、もしよろしければ、高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのは、大正乙女おとぎ話第9話、はかると小鳥です。いやー、まさかだったからね。はい、ということで、前回の第8話、おさらい。玉彦が無事復学できましたね。でまあ何て言えばいいのかな、その学校に行けたっていうことはとてもいいね。あの兵庫だったか神戸だったか一緒かな、うん、のね、まあおじさま、あの玉子が今一緒にあの住んでるおじさまのねお力をちょっとね借りて、無事復学はできたということだったんですけどね、その右手がいかんせん不自由なもんで。でそれでね、まあいろいろ苦労しながらっていうのもあるし、やっぱりあとね、あの島の人間だっていうのがね、その何同じクラスの子たちにもね広がってるから、そこでね、まあやっぱりちょっと居場所がねっていう感じでしたね。であと一個あったのがね、まあゆずたちもね好きなあの白鳥小鳥ちゃんがまあ、こっちに来て千葉に来て、まあライブをしてっていう形をとってました。そしてその小鳥ちゃんと一緒に、双子のお兄ちゃんであるはかるもやってきましたね。でまあたまたま、玉彦と同じクラスでっていうことがあって、でその後はね、まあなんかなんだ美術かな、それの宿題っていうか絵が下手くそ同士っていうのがあって、まあでもはかる自身はね、まあなんだかんだ言いながらも気にはかけてくれるし、まあ友達やろうみたいな感じで言ってきて、まあそこまで悪いんじゃないとは思いますけどね。まあ今回も非常に楽しみなんで、まあなんかこのサブ隊の感じだと今回は白鳥兄弟のお話なんかなっていう気はしますんでね、もう早速見ていきたいと思います。もしこの動画が良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。で、ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローもお待ちしております。よろしくお願いします。いやそんなね悪いことはね、大丈夫だ大丈夫大丈夫。それでは、D アニメストアじゃねえや、なんだっけこれ、アベマ TV で再生していきます。3、2、1、スタート。あら、戻ったね。口にするのもはばかられ、接吻を夢見ることすら許されぬ、されど禁断の。あれ、なんかまたちょっと違う。前回もなんかまたちょっと変わってるような気がする。変わってないかな。このマジでさ、このオープニングをさ、相沢さやさんが歌ってるのあれから何回か聞いてんだよね。やっぱいいよね。いや、こっちもいいんだよ。もちろん。原曲あってこそのカバーだからね。でもやっぱな、なんかこれを、その、ゆずきが歌ってるっていうの、とてもいいんだよね。まさかだったな、双子っつうのは。でも これどうなるんだろうな。ここ多分こぼれ話で済んだろう。
第9話はかると小鳥、本編開始。少女 B 法、ん？つうかなんつうかね、結婚すかなね。小鳥ちゃんが歌っとった歌やな、 BGM。 お前も可愛いぞ。どうした、明るく。良くなさそうだよ。なんか良くなさそうだよ。やりづれえよな。くん、ユズも一緒に。リョウも歌うやん。
みんな持ってないんだ。よくやった。ああ、下世話クラブ、下世話クラブだ。ああ、これは YouTube のね、こぼれ話を見ていただいて、言った通りになったら、うん、いいね。マダレーヌなんだ。マドレーヌではない。うん。これはまたちょっと特殊なケースなんだよな、ここの二人は。マジか。アイキャッチか。読書。読書。Thank you.
あ、せっかくゆずが作ってくれたのに。うめえな。マジか。こういうことがあったんだな。なんだろう。おう。ラブソングやもんな。
カルくん。はかるくんじゃねえか。これはすげえ、もうすげえしか出てこない。すげえ、めっちゃいいやん。いやー、いいな。いや、マジで、マジでいいな。いやー、いいな。うわー、ちょっと待って、マジで。いやー、いいねー。いや、なに、最後の自転車のシーン、やばない？あれー。いいなぁ。いやでもね、あの双子の話も良かったよな。で、あの小鳥ちゃんの新曲も良かったな。iTunes で出たら買うか。い
やーマジでさ、めっちゃいいじゃん。あれいいよ。自転車のシーンも良かったな、曲も良かったしな、全部いいな。やっぱいいねこれ。好き。いやマジでいいね、好きだよ。すごい好き。やっぱ下世話クラブ持ってきてた、ね、ひときさんじゃん。あら、女学校時代の人だろ。ん、なんだったっけ、もなんか最初の方でなんかみどりさんの話あったのは覚えてんだよな。いやーやばいね、今回もいいね。全部いい人言わねえな、本当に。いや、よかった、とてもよかったね。あの双子の話と小鳥ちゃんの新曲と、そして最後のあのね、玉彦とゆずきの自転車のところ、いいね、とてもよかった、いいね。なんかコメント欄に何か書いてください。私はここがよかった、俺はここが好きだったとか、なんかもう何でもいい、何か書いてください。返信しよう。そうだからね、あの前回のやつのね、コメント欄の返信ができてないからね、ちょっとね、今日夜勤だから、その夜勤中に返信でもしようかなと思っておりますのでね。でそのまんま8話の方にももうコメント来てたらすぐ返信はしようかなと思っております。いやーよかった。はい、ということでね、もしこの動画が良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローもお待ちしております。概要欄の方にも、もろもろリンク貼っておりますので、そちらのチェックもよろしくお願いします。はい、ということで、大正乙女おとぎ話第9話、はかるとことおりでした。ありがとうございました。ならねえ。